ってなんだ、民主主義ってなんだ、Tell me what democracy looks like.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 This is what democracy looks like.I say 憲法、優先、守れ、憲法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 、守れ、I say 国民、優先、なめんな、国民、なめんな、国民、なめる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 な、言うこと聞かせる番だ、俺たちが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 、憲法守れ、憲法守れ、ファシズム許すな、ファシズム許すな、ファシズム許すな、憲法守れ、憲法守れ、奴らを通すな、奴らを通すな、ノーパッサラ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 、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、憲法読めない総理もいらない、憲法読めない総理もいらない、どうでもいいなら総理をやめろ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 、平和を守れ、平和を守れ、子供を守れ、子供を守れ、平和を守れ、平和を守れ、憲法を守れ、憲法を守れ、愛せ国民、優先、なめんな国民、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 解釈改憲絶対反対、解釈改憲絶対反対、安倍はやめろ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 、嘘をつくな、嘘をつくな、私は様々なデモに参加しました。ティーンズソウルという戦争法案に反対する高校生のグループも立ち上げました。どうしてそこまでするかというと、私は安倍首相、あなたに強い怒りを持っているからです。安倍首相は安保関連法案を国民の平和と安全を守る法案だと言います。
しかし世論調査では国民の8割が説明不足、過半数の国民が反対意見を示しています。こんな中で憲法違反と言われている法案を強行採決する、これは私が中学校で習った憲法9条、立憲主義、民主主義などの理念、多くのことに反しています。それなのに国民の命と安全など本当に守れるのでしょうか。政府の第一の仕事は国民の命を守る仕事です。台風の影響で昨日は栃木、茨城で、今日は東北地方でひどい浸水被害が生まれています。テレビで自衛隊の方の救出活動を見ました。本当にかっこよかった。日本の自衛隊はアメリカの戦争に加担するのではなく、震災などで困っている人たちを助ける方が何百万もかっこいいし、これこそ日本の誇れる自衛隊の姿です。東日本大震災の時にも自衛隊の方々は被災者の方々のために働いてくれました。だから自衛隊が海外で人を殺し殺されるなんて絶対に嫌です。自衛隊の命を奪わないためにも、日本は武力による平和作りではなく平和外交による平和構築をするべきだと私は思います。第二次世界大戦での過ちを認め謝罪し、復興支援や難民援助を進んでする方が国際社会における信頼関係は生まれます。武力による信頼関係は表だけの友達関係のようにすぐに壊れてしまいますし、武力による平和構築をした結果、現在のようなテロリストをたくさん作ってしまいました。現在ドイツは中東からの難民の受け入れを積極的に行っています。それと比べ日本の去年の難民支援数が5000人にもかかわらず11人しか認定しませんでした。また安保関連法案が可決すれば可決期限ができますが、現地で働いている NPO、NGO の方々は可決期限は必要としていないし、私たちが必要としているのは憲法9条だと言っています。日本はドイツの戦争に対する謝罪の姿勢を見習い、世界各国と信頼関係を作っていくべきだと思います。それこそ私の望む日本の本当の姿です。この法案は何十年先も続く法案です。今の近隣諸国との関係性も変化しているはずですし、安倍首相よりひどいファシズムも現れるかもしれません。その時この法案は歯止めが存在しないため、いつでも政権が暴走できる仕組みになっています。戦争になってもおかしくないんです。私たちはまだ何十年しか生きていませんし、あと70年近く日本で平和に生きたいんです。今もそうですが、未来のことを考えるとこの法案が恐怖でしかありません。私たちは国民の意思を無視する首相にこの国の未来など任せられません。日本が本当の民主主義国家ならば私たちの声が反映されるはずです。だから私たちはまだまだ声を上げていきます。安保法案が強行採決されようと関係ありません。廃案になった後も間違っていることにはノーと言い続けます。それが高校生だろうが大学生だろうが大人だろうが、私が日本国民である以上私は声を上げ続けます。2015年9月11日私は安全保障関連法案の廃案と安倍政権の退陣を求めます。やったが圧力をかけてくる、呆れてものも言えねえ、またしてもものが言えない、権力を振り回す奴らが。
されたくはない。好きな歌を歌っていろんなところに行って、見てきたものを歌うだけさ。頭のイカれた奴らが世の中を動かして、この俺の見る夢を力で抑えつける。歌えるさ。